どうもリフォーム学です。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。今まさにリフォームを考えているという方も、これから先リフォームをしようかなという方もぜひご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになります。興味があれば止めてみてください。はい、というわけで今回は住宅省エネ2023キャンペーン関連の動画となります。その中でも今回は先進的間取り延べ関連の動画となります。この動画を見ているあなた、このサムネを見て焦りましたよね。補助金出しませんって、どういうことっていう風になりますよね。今回はその内容について説明していきます。こちら先進的間取り延べの公式ホームページなんですけども、少し前のこちら5月の24日に新たな注意事項が更新されました。その内容が工事前写真の不足に関わる補助金不交付についてというものです。こちらどういう内容かというと、これですね。本事業ではやむを得ない事情により工事前写真の提出ができない場合、工事前写真提出免除依頼書の提出を求めることとしておりましたが、2023年6月1日以降に契約をする工事で工事前写真が提出できない工事箇所は原則本補助金の補助対象としません。本補助金の対象にしません、補助金出しませんって言い切っちゃってるよ。にゃんちゅーもうびっくりだにゃん。ちょっとぶっこんでみましたが、どうですかね。ごめんなさい。ちょっと話を戻すんですけども、そもそも今回の補助金の申請に関しては工事前写真必要だよねって思われた方もいらっしゃると思います。ただ写真を撮り忘れてしまって申請の時どうしようっていう方もいたんですよね。そういう方のための救済措置っていうのがあったんです。それが2023年の6月1日以降の契約に関してはその救済措置をなくしますというものですね。その内容がこちらになるんですけども、まず用語の定義として、免除未適用事業者と免除適用済み事業者というのがあります。この免除未適用事業者っていうのは、今まで予約申請も含めて一度も申請をしたことがありませんよという業者さんですね。そして免除適用済み事業者というのは、今まで1回でも申請したことがありますよという業者さんになります。まずは6月1日以前の契約ですねに関しては、免除未適用事業者は1つの交付申請に限り、免除依頼書の提出により工事前写真が提出できない箇所を含む全ての工事箇所について本補助金の交付対象とするとなってるんですね。つまり最初の申請に関しては工事前写真がなくても専用の書類を提出すれば、まあ補助の対象にしますよという内容なんですね。そして免除適用済み事業者は、一部でも工事前写真が提出できる交付申請に限り、免除依頼書の提出により工事前写真が提出できない箇所を含む全ての工事箇所について本補助金の交付対象とするとなっております。つまり全ての工事前写真がなくても一部の写真があれば、専用の書類さえ提出すれば全ての工事箇所を補助対象としますよというものだったんですね。ただし6月1日以降の契約に関してはこうなります。免除未適用事業者は一つの交付申請に限り、免除依頼書の提出により工事前写真が提出できない箇所を含む全ての工事箇所について本補助金の交付対象とする。こちら全ての工事前写真が提出できない場合も大丈夫みたいですね。つまり今まで交付申請をしたことない事業者さんに関しては、まあ初回だけは多めに見ますよということですね。そして免除適用済み事業者は工事前写真が提出できない箇所について本補助金の交付対象としない。つまり今まで一度でも予約申請とか交付申請をしたことがある事業者さんに関しては、工事前写真がないところに関しては一切補助金を出しませんよというものになります。おそらくですけども、この交付申請の時に工事前写真を提出できなかった業者さんが結構いたのかなとは思いますね。そこで免除依頼書の提出が多発して、事務局の方でもこれからバンバン申請が増えてくるのに、不正とかチェックにかける時間が取れないよということで、6月1日以降の契約に関しては工事前写真がないともう一切補助の対象にしませんっていう風にしたのかなと思いますね。ちなみに内窓とかカバー工法に関しては工事当日でも写真は撮れるので、ここは大丈夫だと思うんですけども、この外窓の交換ですね、外窓の交換に関しては最初の工事前に撮っておかないと取り返しがつかなくなるので、本当に注意した方がいいですね。外窓の交換、サッシを取ってしまうとこうなってしまいますからね。こうなったら工事前写真はもう撮れないので、おそらくこういう案件も多かったのかなというふうに思いますね。そしてもう一つ、工事前写真で注意しなければいけないのが、このようにカーテンで囲われていたりとか障子がついていたりすると、本当にここに窓があったの？ということで、これ却下される可能性があるんです。
なのでカーテンとか障子があるところに関してはちゃんと開けて窓を撮影する、こうしないと NG が出る場合もありますので、ここは注意してくださいね。ここまでが6月1日以降の契約だと補助金が出ないってどういうことの内容になってきますね。ここからは内窓の納期、またちょっと変動がありましたので速報としてお伝えいたします。こちら各メーカーさんの内窓なんですけども、現状だいたい3ヶ月待ちぐらいの状態になっています。前回の動画では三強アルミさんの内窓に関してはまた納期が伸びてしまったんですけども、リクシルさんの内窓に関しては徐々に納期が短くなってきていますよという内容でした。ちなみに各メーカー内窓の納期はこうなっております。リクシルさんは実働55日、 YKKAP さんは実働55日、そして三強アルミさんに関しては実働60日となっておりました。そして今回の納期の変動に関しては全てのメーカーではなく、またリクシルさんですね、リクシルさんの内窓の納期が短縮になりました。その内容がこちらになります。もともと実働55日だったインプラスに関してはこうなりました。6月26日の受注分から実働50日、実に5日間、約1週間の納期が短縮になりましたね。これピーク時の4月の下旬の実働65日と比べるとかなり納期は落ち着いてきましたよね。実際に私も4月の下旬にリクシルさんのインプラスを発注しています。そしてやっと工事の日が決まったんですけども、それが7月の31日、約3ヶ月半以上かかってやっと工事の段取りが組めました。なのでこのピーク時と比べるとかなり内窓の納期っていうのは今落ち着いてきてるかなっていうふうに思いますね。実働50日というと実質約2ヶ月強の納期なので、ピーク時と比べると約1ヶ月以上納期が縮まっているということになりますね。ちなみに YKKAP さんは変わらず実働55日、そして三強アルミさんも変わらず実働62日となっております。なので今内窓が一番早く工事ができるのはなんとリクシルさんとなっておりますね。なのでこれから内窓を検討される方はですね、まあ、この納期とかもね確認しながらどのメーカーを使うかっていうのはお決めいただければと思います。それでは本日6月14日時点の先進的窓リノベの申請状況を見てみましょう。現時点の補助金申請額はこちら 30% となっております。約3分の1が消化されたということですね。まだ余裕じゃんって思われる方も多いと思うんですけども、これから内窓の完了工事報告が続々と上がってきます。なのでまだまだ余裕じゃんとは思わずにですね、早めに工事の段取りをしていただいた方がいいかなと思いますね。ちなみにもう少し過ぎるとおそらく予約申請が必須になってくると思います。予約申請に関してはこちらの動画で解説の方しておりますので、よかったらこちらもご覧くださいね。それでは最後まとめいきたいと思います。リクシルさんの内窓の納期が徐々に戻ってきました。まだ2ヶ月以上あるんですけども、ピーク時と比べるとだいぶ落ち着いてきた印象ですね。これから YKKAP さんとか三強アルミさんも納期が戻ってくると、いよいよ発注はしやすくなってきますよね。そして6月1日以降の契約の人は要注意な内容、こちらが追加されましたね。特に業者さんが気をつけなければいけない内容なので、写真の撮り忘れとかこちら本当に一切通用しなくなってしまうので、お客様の方でも工事前写真を撮っておくとか、こういったちょっと安全対策は必要になってくるかもしれないですね。この補助金についていろいろと変更事項があるんですけども、知らないと補助金がもらえないという事態になってしまうので、しっかりとですね知識をつけてお得にリフォームをしていただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。この動画が参考になった、勉強になったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。また、こういう動画を作ってほしいとか、これがわからないよっていうものがあれば、ぜひリクエストですね、コメントに書き込みの方お願いいたします。そういった動画もね、これから作っていきますので、よろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。